りました。こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしているチャンネルです。よはい、本日はですね、海猫カレーさんに来てまいりました。こちらのお店は、幡ヶ谷駅から歩いてすぐのところですねにあります。もうカレー好きの方はかなり知ってる方多いと思います。 YouTube の方、撮影させていただきましたのでご覧ください。その美味しいカレーどうでしょうか。本日のカレー、ドン。はい、というわけにですね、今回メニューの方はちょっと NG ということで、メニューの方はチキンカレー、ポークカレー、キーマカレー、そして豆のカレーがあるという感じになっておりました。一種掛けプラスセットだったりですね、サラダ、ドリンクか、スープのセットになっておりまして、それも選ぶことができます。一種、二種でセット選ぶこともできまして、まあ一応合いがけを、注文しました。今回はキーマカレーと、チキンカレーですね。まあ結構王道のパターンで、いただきましたので、続きをどうぞ。こちらがセットのサラダとスープ。ごぼうのシャキシャキ感、ごまの風味たっぷり、スープも美味しくカレーを待ちます。こちらが本日注文したキーマカレーとチキンカレーの2種盛り。キーマカレーにはパクチー、卵黄たっぷり。この美味しそうなビジュアルたまりません。早速いただきます。まずはチキンカレーから一口。口当たり優しく、後から来るスパイス感で本日もうまし。ターメリックライスとの相性も良く、途中で卵黄を割ってまろやかに。キーマカレーのブラックペッパーが効いているところも、体の中からポカポカくる感じがたまりません。そしてチキンカレーのチキンも柔らかく、口の中でほろほろとろけていく感覚。キーマカレー、チキンカレー、パクチーなどを合わせて食べてみてもナイスな相性で、いろんなアレンジを自分で楽しめるワンプレート。スパイスのおかげで後からじんわり汗がかいてくる仕様。毎日食べていても飽きないワンプレート、ぜひおすすめ。本日もごちそうさまでした。これです。まあ美味しかったですね。スパイスのふわりと香る感じ、個人的にはチキンカレーが好みでしたね。すごくこうコクもありましたし、こう玉ねぎの感じもあったりと、こうチキンも柔らかかったですし、そのスパイスの香りだったりの、まあ、キーマと一緒に食べていったんですけど、そのキーマも結構ブラックペッパー入ってて、こうバシッと決まってますし、まあ、それを混ぜながらといいますか、まあ、混ざっちゃいながら食べる感じもすごく美味しかったですし、途中で卵をこう溶かしながら食べて、あ、食べていく感じもすごく美味しくて、まあ人気、美味しいって言われるのももちろん分かりますし、こう癖になると言いますか、毎日食べても飽きないだろうなと思う、そんな一皿でございました。体にいい一杯ということでも、ぜひ皆さんね、食べに行ってみてください。はい、というわけでカレーとりこの生活でした。インスタツイッターもちろんこちらのチャンネルの方にどしどしコメントください。ほな皆様、また次回、バイバイ。